公平について語れ。なんか俺見たよ。なんかツイッターで、うんこちゃんネタにしていいのみたいな。もうその時点でクソ泣いたっていうか。なんかよくさ、俺のなんかもう、俺美学からっていう、俺美学。で、俺まずプロレス好きなのね。プロレスって本当のプロレス。三沢光晴がすごい好きだから。まずさ、なんか、彼自身も多分プロレスっていう言葉をね、自分で発してたと思うんだけど、その人たちがさ、戦う前にさ、今からプロレスしますって言わないじゃん、多分。言わなくない？なんか、もうその時点で、成り立ってないというか、プロレスにすごい失礼だから言わない方がいいと思うよ。本当のそういうのって多分柴田とかじゃん。あの人って多分プロレスラーだからプロレスが上手いっていうか。多分、すげえまともじゃん。柴田とか多分クソまともじゃね？だけど、でもその時点でまず自分を擁護してから入るんだったら、やめた方がいいと思うよ。マジで本当に。視聴者にプロレスしますよーって言って、プロレスするプロレスラーっていないから、みんな気違い演じてんだよ。俺たちよりよっぽど頭が良くて、ねえ、体だけでかいわけじゃないじゃん。多分あの人たち頭いいんだよ。我慢して、言われてて気づいてるけど気づいてないふりして、鉄線なんて、有刺鉄線に突っ込んでくんだよ。なんか、それができないんだったら、もう、やめた方がいいと思う。俺はそれができないから、やらないけど、やれないけど、それで自称してるんだったら、それやめた方がいいと思うよ。うん。ネタにしていいって聞かなきゃできねえんだったらすんじゃねえよって感じじゃない？相手の顔色を伺う。だそういうのがムカつくんだよ、俺。そういう姿勢が。こっちはさ、なんかさ、もう、ねえ、もしかしたら今日で最後の配信になるかもしれないって覚悟で、悪口言ってんのに、なんかちょっといいっすかみたいな。結局なんか、で、裏で慣れ合うのはいいんだけど、それ視聴者に見せんなよって思っちゃうんだよね。後輩って好かれる要素がないじゃん。まあ別に俺は、だからまあ、あれなんだけど、嫌いじゃないんだけど、なんか、世には出ていっちゃいけない人だなって思うな。世には。表には出てきてほしくないっていう。子供に悪影響だから。でも俺なんか一個ね、あいつに本当にね、別に俺の悪口言うのも全然構わないし、ネタにしてもいいんだけど、一個訂正してほしいのが、なんかさ、よく大人がね、大人の名前主が、であいつ歳わかんないけど、二十歳超えてたら俺の認識では大人なんだけど、名前主がさ、わーとか言って嵐とかを見て、うわ、こいつら高校生なんだな、みたいなこと言うのね。なんかその、高校生イコール、悪みたいなノリをつけるのやめてほしいんだよね。なんかなんかね、その若者を、指定する文化みたいなのはね、ほんと好きじゃないんだよね。あれほんとに良くないよね。そんな奴らと同じ目線になってるお前が大人になりきれないんだよっていうさ。これ前から言ってんの俺。俺高校生とか好きなのね。こう、なんか羨ましいじゃん。輝いてるじゃん。将来があって。自分たちにはない未来があるじゃん。なんかそれをさ、荒らしてる、嵐？じゃああいつの視聴者って高校生ばっかなんだねとか言うのはほんとに良くないと思うんだよね。大人になりきれてないというかさ、その若者に対して、すごい悪影響を与えそうで。お前だって年下に冷たいだろ。俺別に年上にも年下にも冷てえよ。ね、俺そういう風に言ったことは人生で一回もないからさ、どうでもいいわ正直。まあ、そうそう、そうだよね、どうでもいい、どうでもいいわっていう。大貫信也は嵐は全部小学生だと思ってるよ。思う分には変わんないじゃん。口に出して言うとさ、なんかすごく、しがらみが出て生きづらい。ものになっていくと思うんだよな。それは公平が言ってたんじゃなくて、向こうの視聴者が言ってたことだ。ただ俺に見たもんだって動画。それだけは訂正してほしいわ。あいつの視聴者なんか俺なんかよりよっぽどさ、年齢若くて、しかも女の子が見てると思うんだよ。歌い手のシーンだってそうじゃん。なんか自分の視聴者をも否定するのは良くないなって思っちゃいますね。それより打ち上げの話しろ。楽しかった。以上。お前結構動画見てるんだな。久々に、そうだね。人の動画こんなに見てることないね。公平に首ったけたないよ、俺は。あいつの無様な生き様に。なんかさ、ああいう人はみんな大事にした方がいいよ。反面教師にできるから。ちょうど反対のことやってれば多分立派な大人になれるから。そういう目線でしっかりな、見ていかなきゃいけないんだよね。いや、こんなにハマったのは暗黒放送以来だね。公平が、お、いいコメントすんじゃん、お前。公平が胆石さらした件について医療従事者の視点から解説してくれ。あいつって、胆石さらしたのどういうこと？オペしたの？
何、胆石さらしたってどういうこと？なんだっけそれ。何？なんだっけ？あ、なんか、なんだっけ？見たな、それ。なんかあれでしょ？なんかすると胆石出るよ っていうことだよね。なんか胆、なんかもう何にも言えねえよ。俺、北島鉱石の気分が今言われ、北島鉱石、こう、え？き、え？北島、なんだっけ、あいつ。なんも言えねえ。なんも言えねえ。だって、単管ってさ、直径何ミリか知ってるよ、みんな。北島鉱石か。そんななんかね、そんなんだったら医者いらねえよっていう感じだよな。なんか、ああいうのをさ、世に出す前に一応自分で調べりゃいいのに。ああいうのを世に出す前にさ、出るわけがねえのにさ、バカだよな、本当に。本当ただのうんこさらしてるだけでしょ。いや、やめよう。でもなんかそういうやつ好きになっちまうから、俺さ、公平のことだけ好きになりたくないからやめよう。俺ちょっと好きになりかけてるから、あいつうんこさらしたのってなって。お前、横山みどりか公平くれたぞ、自分の。あ、横山みどりうんこ食ってなんか、それをね、恥ずかしいもなく言ってんじゃん。子供とかいんのに。絶対言われっかんね、将来。10年後とかに、おめえの親父うんこ食ってるらしいなって俺言い続けるから、あいつが生きてる限り。お前、髪切れ、バカ野郎てめえ。髪切れよ、お前、この野郎。清潔感を出せ、清潔感を。おい、ちょっと俺に声似てねえか。俺に声似てねえ。みんなテンション高いですね。イエーイ！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 イエ
大丈夫ですか。声絶対噛み切った方がいいよ。これ俺の声伝えといて、うんこちゃんが噛み切った方がいいよって言ってたって。ちょ、弁当買ってくるわ。デリヘル呼んじゃおっかな。あいつが噛み切らねえから弁当買ってくる。あいつのせいだよ。俺が放送中断すんのも。それじゃちょっと息抜きでもしましょうかって感じで、チラシの番号を見て、なんだあなたの好みのタイプに。よっこいしょっと。なんて歌だよ。なんちゅう歌だ。チェンジチェンジチェンジ。お前がチェンジだよ。よし、じゃあ飯食おう。公演の放送面白くなかった、面白い面白くないよりやっぱ不快だったね。すっごい不快だった。なんか俺が見た時は、なんかね、アンチを、アンチとファンチについての違いをずっと喋ってて。なんか、アンチは頭がおかしいって。俺すごい、放送とか抜きにして考えて、公平って、すごく、なんていうのかな、人として、魅力のない人間だと思うのね。俺は一個人として、公平って魅力ないのね。顔がちょっとジャンボ尾崎に似てる。有名人に似てるっていうのはすごいいいことだから、でも尾崎、ジャンボ尾崎の方が全然かっこいいと思うけど、俺は。なんであんなに自信が出るかわかんないんだけど、さ、今度聞いてみてくんない？うんこちゃんが聞きたいがってたんだけど、なんで浩平さんはそんなに自分に自信が持てるんですかって。わかんないんだよ。あんなにさ、自信満々にさ、なんでだろうね。普通多少なんかさ、不安とかあるわけじゃん。浩平の話不快だからやめろ、しようぜ。やだ、ツイッター飛ばしてくねえよ。え、ゲロとかすげえさ、あんなに売れてるのにさ、なんていうの、おごり、おごらず、ね、謙虚だよ。謙虚っていうか、ありのままのゲロじゃん。モコウとはそうじゃん。ありのままじゃん。俺も
も比較的ありのままの自分でいようと努めてるんだけど、こうやってなんかすごい着飾ってる。ものすごい鎧をいっぱい着てるじゃん。だから正論を言おう、正論を言おう。自分で自分の首を絞めてる。本当だよね、もったいないよね。本当にもったいねえなと思いながら生放送見てて。言わなきゃいいのに嫌味とか。嫌味ったらしいんだよ、すっげえ。ムカつくならムカつく。ムカつかねえんだったらムカつかねえ。好きなら好き、嫌いなら嫌いでいいじゃん。あの人はなんか、すごいなんかさ、ねちねちねち、いや、だけど、でも、俺は、アンチっていうのはガキだからつって。ガキの相手してる時点で、てめえも精神年齢変わんねえじゃん。全部受け止めてあげればいいじゃん、じゃあ。んな子供相手にさ、俺のこと荒らしてる奴はみんなガキだからつって。おめえみたいな年寄りになりたくねえ。ガキの方がよっぽどいいじゃねえかよ。強いって考えて。お前のこと荒らしてる奴は未来めちゃくちゃあるからだ。もしかしたら おめえを反面教師にして勉強めちゃめちゃしていい大学入っていい企業勤めるかもしんねえんだぞ。で、そのガキは精神も成長していくから、お前の年ぐらいになったらあんな放送なんて荒らしてねえや。髪も短髪だよ。痩せてて。自分をどん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 さ、苦しい方、苦しい方へ追い込んでいくじゃん。言われちゃうんだよ。その人が自分と同い年になった時に、比較されて、うわってなっちゃうわけじゃん。言わなきゃいいのに。年より大事にするのも大事だけどさ、一番大事にしなきゃいけないのは自分より若い子たち大事にしなきゃいけないわけじゃん。これからだってね、成長してきてもしかしたら自分のためになってくれるかもしんねえだろう。年寄りは俺が対抗してやんなきゃいけねえじゃん。ばあちゃんはさ、もう俺が対抗してやんねえと生きていけないわけじゃん。背中にね、褥瘡できまくっちゃうから。若い子たちはさ、これからもしかしたら有名配信者になってさ、俺の名前出してくれるかもしんないじゃん。そしたらそこでまたね、持ちつ持たれつってわけよ。それ目先のことしか考えてねえんだよ。種をまかずに収穫しようとしてんだよな。とにかく自分の立場、何か勝ってるところを見つけてさ、年齢とかさ、何か勝ってるところを見つけて、年なんて絶対未来英語追いつかないわけだから。しかも若い方が勝ちだからね。どっちかというと、特に女の子とかもそうだけど。30、あいつ、36と20歳だったら20歳になりたいじゃん。誰がぶっちゃけ一番なの？俺一番知りたい、ポコタが一番なの？ポコタがやっぱ一番なの？あ、ヒャダインか。いや、公平はないでしょ、あいつ。あいつ、ちょっと多分さ、俺が公平のこと分析していいじゃん。いや、これ間違ってたら本当悪いと思うんだけどね。俺、公平は悪いやつじゃないと思うんだよ。これ、ここだけの話ね。公平は、多分、容姿が見にくいから、曲がっちゃったんだろうね。俺、比較的、あのね、爽やかだねとかさ、ポジティブなことを言ってもらうことが多いの。だから結構比較的素直に育ってきたんだけど、なんていうのかな。いやでも、いや女の子とかでもさ、ブスってさ、性格悪い人多いじゃん。なんか、え、あの、可愛い人ってさ、なんか、なんの気なしに言ったことが、ブスがすごい曲がった解釈で捉えて、なんか、物事はぐしゃぐしゃにしてるっていう。